どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は夢を持つことの大切さという話をしていきたいと思います。ではいただいた相談内容から読んでいきます。中1の娘、夢がないためか成績が下がってきました。次のテストの目標は5点アップということでご褒美を設定しましたが、やる気は感じられません。以前から夢を持つ大切さを伝え、好きな料理を学べる高校を探し、いろいろ体験するように誘ってもめんどくさいと、家で過ごすことが多いですと。今見守るだけで娘が何か言ってきた時に答えればいいのでしょうかということですね。はい、僕自身もね、本当に夢を持つことは大切だと思っていて、やっぱね、何かやりたいことがあれば、それに向かって人間って努力できますよね。でもそれがないと、何のために勉強するかもわからないし、何のためにね、ひどい場合生きているかもわからないっていうことにもやっぱつながってしまいます。でそこで今回はこのね、夢を持つことの大切さに加え、どのようにね、夢を持たせていけばいいか、ここについてもお話ししていきたいと思います。今お子さんがなかなかね、やりたいことが見つからず、悩まれていたら今日の内容をチェックしてみてください。はい、でまず最初にね、今回の相談者の方の場合、愛情バロメーターチェックから始めていきましょう。どういうことかというと、お父さんお母さんの愛情が子供に的確に届くと、子供の心の中の愛情バロメーターという数値が上がります。でこれが上がるとどうなるかというと、子供はですね、気力が出てくるんですよね。なぜかというと、子供というのはやっぱお父さんお母さんの愛情が届いているとですよ。そうすると何かあってもお父さんお母さんに守ってもらえるって思うんですよね。そうするといろんなことに挑戦することができるわけです。で、この挑戦するにはやっぱエネルギーが必要ですよね。だからこの愛情が届いていて挑戦しようって気持ちが出てくるからこそ、その子自身の生きる生活にもエネルギーが出てくるってことなんですよね。だから、もしね、このお父さんお母さんがしっかり子供に向き合っているのに、なぜか子供に愛情がね、伝わっていないと思ったら、やっぱそこをまず改善していかないことには、子供のね、気力、要するに夢を持とうという気力ですね、これが出てきません。で、じゃあそれどうやってチェックすればいいかっていうと、子供から学校で起きたたわいもない話や自分が好きなことを話してくるかっていうところと、あとこちらから簡単なお願いをして聞いてくれるか、この2つをね、ちょっとチェックしてみてください。どちらも、もしくはどちらか1つでもノーなら、やっぱここがうまくね、いっていないってことが、まずは土台としてね、原因として考えられます。で、じゃあどうしたらこれ上げられるかっていう話、つまりお父さんお母さんの愛情を子供に的確に届けられるかって話なんですけど、これがね、結構簡単で、子供が何を求めているか、これをね、チェックしてみてください。大抵の子は安心して過ごせる家庭とか、安心して過ごせる家庭、これ求めてますよね。これ逆のこと言うと、お父さんお母さんが毎日勉強しろ勉強しろとか言ってきたら、その子は安心して過ごせないんですよ。だからそういうような家庭だと愛情バロメーターは下がるということです。であと大好きな料理が出てくる家庭、これも子供は求めてますよね。好きなもの食べたいので、なのににもかかわらず、もっと野菜を食べろ野菜を食べろとかね、こん な, なんか揚げ物なんか良くないから、煮物にしなさいとか言ってね、子供の好きなものが全然出てこないと、これはやっぱ子供は求めてないですよね。もちろん健康のこと考えなきゃいけないので、多少ね、工夫は必要ではありますけど、でもやっぱやりすぎると子供にとっては居心地の悪い家庭になってしまうわけです。あとは親が話を聞いてくれる家庭もやっぱ子供は求めてますよね。やっぱいろいろ悩みがあったら聞いてほしいっていうのがやっぱ思春期の子なので、なのに親子関係が悪くて、とか例えばね、何か相談しようものならすぐになんか否定されるとかだったら、もう話しようと思わなくなっちゃいますよね。だこれだったらやっぱ話をちゃんと聞いてあげないといけないということです。あとは家族の仲がいい。お父さんお母さんがいつも喧嘩とかしてたら、やっぱ子供は辛いですよね。でも仲が良かったら、やっぱ子供はね、すごく安心して過ごせるわけですよ。だからこういうような子供が何を求めているかっていうのを考えて、そういう家庭とか、そういう親子関係を作っていけば、これ自然と子供は親に愛情を感じます。だからまずはこれをやってみてください。で、それらがきちんとできているのに、子供がね、なかなか夢を持てないとしたら、やっぱそれはね、原因として、2つ考えられるんですね。2つか、まず1つは、そもそも夢というのはね、経験とか体験から生まれてくるものなんですよ。例えばサッカーをしたことがない子がサッカー選手になろうと思わないですよね。だから今回の相談者の方がやっているように、何か子供にいろんな経験をさせていくと、そこからつながって夢が見つかるわけです。なのになんで体験したがらないかっていうと、例えば、さっき言った愛情バロメーターが低い、これはもうそれが原因で体験したがらなくなっちゃうんですけど、そうじゃなくて、例えば
そもそも興味がないこと、まあ、今回の相談者の方は理科が好きだから理科の高校にこう興味を持たせようと頑張っているわけですよ。でも理科は好きなんだけど、理科の中でも例えばロボットが好きだとしましょうか。この時にじゃあ理科の高校行けばねロボットできるよって言ってもそんなにねピンとこないんですよ。そうじゃなくてロボットが好きなら一旦ロボット教室とかロボットコンテストとかそこぐらいまで深いところだったら興味持つかもしれないですよね。だからこういうのをちょっと一回見に行ってみるとかいうふうに声をかけてみるっていうのが一つありますよね。あとは、子供も そこにすでにロボット教室とかロボットコンテストに興味を持っている時に行ってみるって声をかけたら行ってみたいってなるんですけど、まあ名前ぐらいは聞いたことあるけどそんなに興味がないって子もいるんですよ。理科の高校よりは興味があるけどでも別に行くほど興味がないって子もやっぱいますよね。でこの場合はそれ誘ってもあそんなめんどくさいしとか何それって なっちゃうんですよね。だったらその一個前段階である例えばロボットコンテストのテレビを一緒に見てみてあこれ面白そうだねとかってねちょっとやってみるとか、あとはロボット教室のねなんかちょっとパンフレットとか取り寄せてみて、なんかこんなようなとこあるらしいよみたいな感じで一緒に見てみるとか、その一個前段階から興味を持たせていくってこともできますね。はい、まあ、というようなことをやって子供にいろんな経験を積ませていくと少しずつね、夢に見つかってくるので一度ねやっていただければと思います。はい、ということで今回はこの夢を持つことの大切さですね、こちらとあとはね持たせ方についてお伝えしました。